Thank you.
Bye.
ザ・ピローズのというバンドがいましてのコピーをさせていただきます。はい、京都でライブをやるのは私たち初めてです。はい、よろしくお願いします。初めてですね。初めてです。私生まれは京都です。あ、っておっしゃってましたよね。どうでもいい情報です。京都は大事大事です。京都はどちらでしたっけ。ね、生まれたのは山下で、実家はね、実家って親父の実家になるか、桃山南口っていうところです。一緒やん。一緒の人だった。で、あの親戚が寒月京都六次堂にいるんです。あ、いなあなあ、ね、本当に申し訳ないですが、一つもわからない。山科だけ知って。あとあのお墓は蹴上げにあります。蹴上げ、インクラインとかがあるとこで、桜が綺麗な見たことない。すいません、兵庫県民でして。京都時々遊びに来たりして、はい、すごい京都好きです。こういうのかな。今客席を味方につけました。おいえ。では、しましょうかね。いいですか。はい。じゃあ次に行かさせていただきます。聞いてください。バビロン天使の歌。Yeah.
紹介したいと思います。はい、ありがとうございます。
がいい人、準備ができてる人、誰ですか？であれ何もできてないの準備ができてる人、あれ私自分から言う人新しくていいんじゃない？じゃあ私から、はい、ギターボーカルさせていただいています、若と申します。よろしくお願いします。兵庫県からやってまいりました。今日はとても楽しみにしていました。はい、温かく見ていただいてありがとうございます。のせれん、はい、のせれん、のせれん、そうそう、のせれん、のせれんです。はい、そう、ちょっとね、最近ちょっとなんかね、ちょっと変なことで有名になってしまってるし、なんか某市に住んでるんですけど、はい、何あれですよ、あれ、もうね、大きい声で言えないのに、なんかニュースあったでしょ、物騒なニュースあったでしょ。ああ、うん、そうそうそう、姉の人が住んでない、住んでる町。ああ、そうなんや、はい、に住んでます。あの辺に座ってはる人もその辺に住んでる。あ、本当ですか。バラしもだ個人情報。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。じゃあ準備ができたようなので、はい、ドラマ、先ほどもボーカルもしてくださいました、ボンさんです。何かおしゃべりしてください。何も考えてなかったな。さっき京都ネタもしゃべっちゃったしな。うん、よろしく。ダメなの？あ、いいですお願いします。はい、ベースはムラゴンさんです。ギターはジャグヤマさんです。リーダーちょっと3分ぐらい喋ってください。実家は神戸電鉄の沿線で、多分京都の方には馴染みがない電車なんですけども、これついてネタもないな。あ、KBS 京都のネタがあったんじゃなかったかね、あなたは。KBS 京都じゃなくてね、私学生の時からすごい音楽好きでですね、FM よく聞いててですね、アルファステーション、アルファステーションのね、番組をよく聞いてたんですけど、なんかね、アルファマンスリーカラーズって言って、アーティストを1ヶ月特集するという番組がありまして、その時に。ちょっと今日今やってるピローズじゃないんですけど、ちょっと好きなバンドがいまして、そのバンドがね、特集された時に、兵庫県なんで、もうわずかに電波が入ったんですね。で、今のもうすごい昔の話なんで、CD ラジカセをこうね、アンテナを立てるタイプの、はい、棒を引っ張り出して FM を聞くスタイルやったんですけど、その棒を握りしめたらなぜか電波が入るっていう握りしめてる間だけは電波が。そうでも結構人間がそうやってこうアンテナになって、はい、遠くの電波が入るっていうのはよくある話。そうですね、うん、それで1時間ラジカセを握りしめてアルファステーションを聞いていました。はい、すごいな、はい、京都京都の思い出じゃないけど、京都のちょっと関係あるかな。はい、私の紹介じゃないかって言ったら、すいません。でもね、京都、はい、今日はちょっと京都タワーもちょっと見たりとかして。行ってきたの？京都タワーを京都駅から見ました。京都駅の中がなんかすごい展望スポットみたいなのがたくさんできて、全然も知らなかったんですけど、この間テレビで、なんだっけ、外国人が選ぶ好きな駅で、確か10位以内に入ってました。で、その展望スポットとか全部紹介していてね、はい、大きな階段とかね、見てきました。じゃあそんな感じです。そんな曲ないんだけど、すいません。はい、ね、じゃあそんな感じの私たちです。後半あと2曲なんですけど、お
ますか。ありがとうございます。あともう少しお付き合いいただけたらと思います。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。次の曲やりますかね。この後イベントをどんどん素敵なバンドが皆さんも楽しんでください。私たちも楽しみたいと思います。はい、では最後の曲を聴いてください。この世の果てまで。
よ、そうよ、そうよ、そうよ、シドシド、シド、クロコが見えてる。後ろで場所変わるか。で、ジンジャーの見に来てるお客さんが喜ぶと、それやったらライブ使うから。ああ、なるほど。あ、それが一番楽か。アイドル。アイドル。ジドが出てくる。やっぱりいいな。